投資のリアル。皆さん、こんにちは。大橋ロコです。フィリップ証券提供の投資のリアル。今回は、株式会社マネで CEO、経済アナリスト、森永康平さんにスタジオにお越しいただいております。森永さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いお願いたします。4月25日ということで、ゴールデンウィーク直前、そして28日には、 日銀がありますね。そうですね。上田さん初の。初の。会合ということではい。波々なみなみなの注目ですよね。ねでもまあ、さすがに一発目から何かっていうのはないとは思ってはいるんですけど。はい。 まあね、そうは絶対はないので、うん、ついつい目がいっちゃいますよね。そうですね。えー、ゴールデンウィーク直前の会合ということもありまして、うん、まあ流動性リスクにも注意が必要ということになりますが、え今日はまあ日本の物価、そしてアメリカの物価、アメリカの金融政策がどうなっていくのというところまで森永さんに解説いただきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前にお知らせがございます。フリップ証券からのお知らせです。 現在、フィリップ MT5 に新規で講座を開設された方全員に、すぐに使えるオリジナルの MT5 インジケーター、フィリップマルチシグナルをプレゼントしています。 このインジケーターを開発した方による分かりやすいマニュアルもご用意してございます。詳細はこちらの QR コードを読んでいただくか、動画のコメント欄の UR、L、をご覧いただきますと URL ございますので、そちらからご覧いただければと思います。以上、フィリップ証券からのご案内でした。それでは早速進めてまいりましょう。まずは森永さんがこのところ気になるニューストピック、日本のインフレ率。 ということで、先週金曜日に発表されました3月分の消費者物価指数ですが、総合で前年同月比プラス3.2、コアでプラス3.1、コアコアでプラス3.8、そして米国版 CPI と呼ばれるものがプラス2.3という結果となりました。うどうご覧になりますかそうですね。やっぱりいよいよ、まあ、アメリカ版のコアでも2%を立て続けに超えてきたので、はい、ますね。はい まあ、いよいよ金融政策にも修正が入ると、多分考える方たちは多いはずなんですよね。うん、で、まあ考えるだけならいいんですけど、まあむしろそれをやれというような圧力って言ったらちょっと変かもしれませんけど、そういう声も大きくなってくるのかなと。で、とはいえ上田さんの最近のまあ取材された記事とか、もろもろ見ていると、まあ、やはり基本的にはその物価が伸びが鈍化していくだろうという見通しは黒田さん と、ま、同じであると。はい、まゆえに、あまりにも早く金融緩和を解除してしまうと、まあ、むしろその鈍化をより強めてしまうということをおっしゃってはいるので、まあ、であるならば、まあ、すぐに金融緩和の解除、マイナス金をやめて、なんなら利上げみたいなことは、まあ、すぐにはやらないでしょうと思いますが、はいはい、まただ一方でその、イールドカーブコントロールだったりとか、あとはその ETF の買い入れ、 こういうものに対しては、まあ就任前からそうだと思いますけども、はい、まあ一定の副作用という言葉を使って、認めてま,す、ね、ま懸念はしているわけですよね。はいはい、で、あとはやっぱりその金融のシステム不安に関しても多少言及されることがあると思うんですけども、はい、まああれは見方の捉え方次第ですけど、うん まあ、金融機関に儲けさせてあげたいと。はいね、もちろん、そんなことは言わないですけど銀健康さんの味方かなみたいな。まあ、そういうニュアンスがちょっと入ってるんだとすれば、はい、まあ、YCC の撤廃とか、ETF の改良しませんとか、そっち系の若干金融政策の修正ですよね。緩和を解除っていうよりは、一部修正していくっていう動きが、 まあ、6月ぐらいにあってもおかしくないのかなと、思いますが、うん、冒頭触れた通り、はいはい、何があるかわからないですから、はい、4月に、まあ、超サプライズで一発目からやってくるっていうケースもないこともないのかなみたいな。<laughs> 絶対にないとは言えないと。まあ、やっぱりいろんなマーケットの方での話してると、はい、まあ、6月って言って、 ってる人が多い印象を受けますよね。さすがに4月はないでしょっていうのは同じく皆さん言ってますけど。まあね、その日銀総裁がサプライズする意味ってないんで。<laughs> 黒田さんがサプライズ好きだったまあそうですね。そこも引き継いじゃってると。はい、まあ4月にもしかしたらっていう。 はい。あの、気になるのは、あの、黒田日銀総裁の下での、あの、インフレ見通しっていうのは、2月がピークで、3月、4月で鈍化していって、うん、年末には、まあ1、1%台ぐらいまで落ちるというような見方だったのが、3月の CPI、先週出たやつ強かったんですよ、ね、そうですね。だし、来月出てくる4月分。はい。これおそらく年度代わりの価格改定が入ってくると思うんで。結構は値上がり。 そうすると、実態よりも数字は強いのが出てくる可能性が高いのかなと。はい、まあそうなってくると、やっぱり上田さんも、もともと黒田さんが見ていた物価見通し、はい、まあ基本的には引き継いでますけど、やっぱりちょっと甘いのかもっていう判断に変わる可能性はあるでしょうと。ただ結局その僕らが見てるのって、物価の前年同月比の上昇率なんで、はい、これが続く、来年も続くっていうのを考えると、 やっぱ賃上げしないと無理なんですよね。はい、例えば牛丼が500円から、まあ、ちょっと極端な話しますけど、1000円、2000円ってっ上がっていって、それが正当化されるためには、やっぱり僕らの年収も、まあ、結構なペースでちゃんと追いついていかないと、そうですね、年収微増なのに物価だけが上がっていくって、基本的には起こり得ないっていうか、うす市場機能働いてないってことになっちゃうんで、はい、まあなのでそう考えると、 まあこの伸び率、2%、3%っていうのを来年も続くためには、それなりの賃上げがなされていかないといけない、来年以降も。はい、そこがちゃんと行くのかどうかっていう。 そうですね。今回の春闘の最終集計というのは7月初年ぐらいに出るっていうので、はい、それ見極めてから動くのかもしれないっていう方も一部にあるみたいですね。すねただやっぱりその毎月出てくる物価変動率ですよね。はいはい、この率を見てるだけだとやっぱダメで。やっぱその賃上げが今年強かったですねって、それはまあいい材料ですけど、はい、来年続かなかったら全く意味が。まあね、今年だけだったらね。話なので、はい そう考えたら金融政策を考える際の、まあ、視野というか、これは結構大きめに見なきゃいけなくて、今月何パーセントだからもう金融緩和良くないみたいなのは、ちょ,ちょっと、なんか、的な見方かなって思ってしまいますけどね。ただやっぱりこう、物価がここまで上がってくると、うね、どうしてもそういう意見が、まあ、メディアなんかでも目にする機会が増えてきてるなっていう印象を受けますね。はい。 4月28日、ゴールデンウィーク直前に会合があります。今回はおそらく政策の修正はないとはいえ、展望リポートとか出てくるので、<laughs> まあそうですね。そのあたりでインフレをどう見てるのかとか、ヒントが出てくるかもしれない。そうですね。だから本当はね、何もなく通過で、ただちょっと僕らみたいな分析する人からすると、はい、まあメッセージが隠されてるみたいなのが出てくると、一番安心する展開ですけど。 ちょっとね、サプライズ好きが黒田さんからそこも踏襲されているかっていうのは注目ですね。<laughs> はい、森永さん、ゴールデンウィークも働いているそうですので。<laughs> 仕事増えそうですね。サプライズされたら <laughs> ツ。ツイッターとか確認していただければと思います。はい、さあ、続けて、本日の投資のリアルアメリカです。3月に、えー、シリコンバレーバンク破綻というのがありました。そして、えー、まあ、正常に戻ったというふうに一応マーケットはね、うん、今言ってますが、 じゃあ、利上げ続けていけんのかどうかということも。そうですね。はい、まあ、これあの、前の動画かその前の動画であの指摘したと思うんですけど、はい、まあ結局そのシリコンバレー銀行が破綻したことによって各、各各銀行がですね、多分独自に引き締めの態度を取るはずだと。はい、まあ、これは当たり前の話で、やっぱり FRB のチェックっていうのが、まあ、春以降入るはずなので、はいはい そうすると改めて各銀行が自社のまあリスク管理をして、場合によっては貸し出し基準をちょっと厳しくしたりとか、あと怪しいところは、いわゆる貸し剥がしというか、返しを図りに行ったりとかっていうことをするでしょうと。そこの各銀行の引き締めスタンスっていうのを考えないで、インフレ率だけ見て利上げをしてしまうと、要は今まではその利上げという政策金利というでかい蛇口をギュッて縛って金を引き締めたのに対して、 今そこの下に連なってる銀行、うん、ちっちゃい蛇口がピッピッピピと各銀行は閉めてる中で、上までこう閉めたら<ー>そう、通常の今までやってきた利上げとは違うレベルで、引き締めのインパクトが出る可能性があるっていうのは、はい、オーバーキルになりかねない。そうですね。うん、前々から指摘していたところで、まあ、それをちょっと頭に入れておいていただいた上で指標を見ていきたいんですけど、はいはい、まずこれアメリカの物価上昇率ですね。あの、折れ線の方が前年同月比で、 あの、棒グラフの方は足元のこう瞬間風速を見るための前月比ですけども、はい、まあやはり一時期の9.1%増っていうところからは、着実に鈍化はしてきていますと。9ヶ月連続鈍化。はい、はい。これはまあ、間違いないですよね。うん、もう見、見てそのままわかると思います。まあ、利上げの効果も出てきてるんでまあ、出てると思います。はい、はい。ただし、とはいえと、依然としてその通常時の水準で見ると、 まだ全然高いよねと。インフルターゲットは2%ですからね。そうですね5。5%ぐらいになっちゃってるわけですから。まあ、これだけを見ると、利上げは正当化されてしまうでしょう。まだしなきゃいけないかな。はい。で、さらにもうちょっと細かい物価を見ていったときに、はい。これも過去にちょっと紹介したことあるんですけれども、アトランタ連銀が出している賃金上昇トラッカーと、あとアメリカのサービス価格ですね。エネルギーを除いた、いわゆるコアのサービス価格って結構連動してるんですが、 賃金上昇トラッカーが頭打ちしたのに、サービス価格がなかなか頭打ちしなかったんですが、はい、足元でようやくちょっと、ちょっとだけ、鈍化してきていると。と <laughs> でも水準はこんなとこですね。<laughs> そうなんですよ。なので、まあ、鈍化は見えるねと。だから今までみたいな急速な利上げ、75ベーシスポイントみたいなことはやらないし、はい、とはいえじゃあ25ベーシスを続けるのか、止めるのか、 物価だけ見るとまだ利上げだよなと、うん、多分思うはずなんですよね。はい、ただやっぱり利上げの影響っていうのはいろんなところに出てきてしまって、はい、当たり前ですけども、長期金利が伸びていけば、えー、住宅ローンの金利も上がっていくし、こうローン金利って本当すぐに反応して上がりますね。そうなんですよ、はいで。当然ながらこう、ローンの金利が上がれば、はい、住宅市場にこうマイナスの影響が出てくることは間違いないわけですよね。はい まあ、そうすると住宅投資であるとか、うん、住宅に対する消費であるとか、うん、また住宅関連の雇用が失われたりとか、まあ、幅広いところに影響が出てくると。はい、そうすると今まで見てきたインフレ率だけを見ると、まだ利上げだよねっていう話になるんだけども、うん、利上げをしすぎたことによって、まあ、波及する悪い方の影響っていうのが、はい、ま例えばこう、住宅市場に出てきていると、はいで。そうすると今言った感じで言えば、物価だけを見たら利上げ。 ただ、それ以外の悪影響を見ちゃうと、とはいえ、みたいな感じで、はい、多分、折衷案として出てくるのが、じゃあ、あと一回だけ25ベースでやらせてくださいと。5月ですね。うん、5月3日にあります。で、そっからも据え置きますと。様子見ます。っていうのが、<う>まあ、多分、今までの指標を見た感じだと言いたくなるところだと思うんですよ。はいはい、ただ、日銀と違って、アメリカの場合はそのデュアルマンデートで、物価と雇用を見ましょうって話をしていますよね。 今までは物価だけを見て、まあ、この水準ならまだ上げてもいいでしょうと。うん、で、上げてもいいでしょうって言えてた理由はなぜかというと、もう片方の雇用がめちゃくちゃいいから。あ、雇用、労働市場がいい。な、うんですよ。逆に言うと、この頼みの綱の雇用、労働市場が悪化してきたら、いよいよ利上げはもうないと。ああ、そこがまあ、アンカーになって安心感があったりすねだったのに、そこがふわっとされちゃうと、はい、もうオーバーキルの方が、 怖くなってきてしまうタイミングになるでしょうじゃあ、失業者数とか失業率とか重要なんですね。で今のところはいいですよ。うん、今のところはいいんだけど、うん、ここはちょっと今日のタイトルの伏線回収になるんですが、はい、これは今まで逆にちょっとご紹介したことないデータなんですけど、はい、これは何かっていうと FRB がですね、四半期に一回だけ出している調査がありまして、はい、青い折れ線がですね、 これあの、大企業と中堅企業向けの銀行の貸し出し態度というやつで、えー、厳格にしてますかっていう答えの数に対して、緩和してますっていう答えの数を引いてます。はい、なので、青い折れ線がこう上に行けば行くほど、銀行が貸し出しをしぶり始めているし、はいまあ、マイナスに行けばですね、はい、いわゆるジャブジャブの状態。まあ、ある意味ザルな融資をしていると。 リーマンの直前、リーマン、リーマンショックの時はやっぱりガーッと絞ったんですね、これ、ね。まあやっぱ信用収支が起きたっていうのはありますよね。で、逆にやっぱその前の2003年ぐらいからの、うん、住宅バブルが起きてる、<は>起き始めた時っていうのは逆にぶつかせてたわけですね。すごい融資してたわけですね、ガーッと。で、まあこれに何を合わせてるかというと、失業者が前期費、 で、どれぐらい増えたか<ー>で。これは前期差というのを取ってて、はい、パーセントじゃなくて実数ですね。100万人単位でやってるんですけども、はい、これ見ていただくとわかる通りで、まあ、かなり似たような動きしてるよね。そう感っていうの分かるです,すね。はい、で、これ2023年の第一四半期までしか今出てませんから、うんはい、1>, 1、3月で、まあ、貸し出しの 厳格化が相当進んでいると。で、おそらくですが、46まだ当然出てこないんですけども、まあ、46はシリコンバレー銀行の件もありましたから、まあ、より貸し出しが厳しくなるんじゃないかと。じゃ,この,じゃこの青いラインがもっと上に行ってると、そうすると。そうですね。はい、失業者数が、まあ、今までのトレンドと同じであれば、まあ、連れ高していくよねと。そうなってくると先ほど言った通り、 そのアンカーになってたはずの労働市場がふわふわ浮いてきちゃってるから、うんうん、これはいよいよ利上げとかやってる場合じゃないんじゃないのみたいな話になってきてしまうっていうところなんですよね。で、じゃあ今マーケットはどう見てるんだっけっていうドットチャートを見ていくと、はい、まあ一応5月に一発0.25をやりますと。そこから6、7で飛んで9月は末置き。 で、えー、10月がなくて11月から、まあ、ポツポツと利下げをしていくんじゃなかろうかという、まあ、今は市場の読みになってるんですけども、はい、ただこれあの僕結構毎週今講演とかセミナーとかやってて、はい、この資料を2日起きとかに更新してるんですよ。そうするともう面白いぐらい動いてるんですね。<laughs> 変わるんですね、この市場が。いや基本的にそんな今までずっと使ってきましたけど、はい、そんなに変わらないんですよ。はい、今までは。はい ただやっぱ最近って、なんか2週間ぐらい空けて資料更新すると、はい、もうなんか、え、6月ぐらいから利下げってなってなかったっけみたいな。<laughs> ってなってたりとか、なんか12月ぐらいまでは利下げがないになってたりとか、はいうん、非常にこれが結構動いちゃうんですよね、はいで。例えば見ていただきたいのは9月のところなんか、わかりやすいと思いますけど、うん 一応据え置きが41.7になってますけど、0.2、はい、を下げるっていうのは38%ですから、<あ>もうその差って3、4%ぐらいしかないんですよです、ねうん、だから例えば、そのサービス、アメリカのサービス価格指数とか出た時に、うん、あれ強くねって話になれば、はい、当然ながらこの今41.7のところがすぐに50、はい、60って跳ね上がりますし、はい、逆に物価が想像以上にこうちょっと弱くなってれば、 これは利下げないのかなとか。本当にこれ今、株価のように動いてるんで。<laughs> じゃ経済指標が出ると、ここがガッと変わるんですね。そうですね。だから非常に、みんな混乱してんだろうなっていうところがあります。うんうん、でただやっぱりその投資家の方とかと喋っていると、はい、やっぱ皆さんこう、今までインフレインフレって話をしてき続けたせいで、やっぱそのアメリカの金融政策を見るときに、 物価ばっか注目してる節があるんですよ。で、はい、これやっぱ日本投資家に本当に多くて、なんでかというと日銀が物価しか見てないじゃないですか。インフレの。はい。だから多分、釣られてアメリカの金融政策を考えるときに物価ばっか見,見ちゃうんだと思うんですけど、ただやっぱさっき言った通り、デュアルマンデーで雇用っていうのは絶対掲げ続けてますし、はい。だからまず雇用を見なきゃいけないで。今まで日本の投資家がインフレだけをアメリカも同様に見てて許されていたのは、うん 実は雇用が安定してたから、結局、アメリカもデュアルマンデーと、とはいえ、イシューは物価にあっただけなんですよね。うんだここで、労働市場に変化が出てきちゃうと、はい、両方見ないと、金融セスが読めなくなっちゃうし、はいはい、さらに言うと、今まではその FRB の利上げによって景気がどうなるかっていうところを見ればよかったのが、実はシリコンバレー銀行の破綻の影響を受けて、各銀行も、 各自引き締めてるよっていうところに注目を合わせなきゃいけない。うん、はい。だから FRB はさすがにそれ分かってるとは思いますけど、インフレ率だけを見て、や、うん、やりすぎちゃうと、その銀行が各自に動いてる引き締めが、ダブルの相乗効果で効いちゃって、はい、まあいわゆるオーバーキルの懸念っていうのがより強くなる可能性が,あるよねってが、ね、かなり慎重に見ないといけないですね。気がしますね。だからここでちょっと高原発言が FRB の関係者から出てき 来た場合は、それ今までみたいに、あ25ベーシスとか50になるのかなとか、そんなレベルじゃなくて、それ自体も大きな話ですけど、この各銀行が貸し出しを厳しくしているっていう、そのレバレッジ効果が効いてるから、実体経済の影響50ベーシスただ上げたレベルじゃないぞっていうところも、 多分見なきゃいけないだろうなと思いますね。はいまあ、今回そのコロナショックっていう非常に特殊なことが起こったので、はい、労働市場には人手不足がものすごく起こっちゃったんですね。そうですね。はい、足元確かに求人数多いんですよ。はい、鈍化してきてるんですよ。鈍化してきてるんですけど、はい、求人数はやっぱどんあのまだ多いんですよ。うんだから多少は先ほどのグラフにあったようなね、貸し出し基準が厳しくなっても、はい 今までみたいに綺麗にこう失業者数が追いかけるかどうかっていうのは、ちょっと今回に関しては、その通りだとは言いづらい。そうですね。やっぱそのバッファーがあるんで、はいはい、まだ求人数が多いっていう。ただとはいえ、その頼みの求人数も今鈍化してきてるっていうのを考えると、えーはい、まあ、あのグラフの通りに、その綺麗にリアルタイムで行くかわかんないけど、傾向としてやっぱ、遅行して追いかける可能性は高い。失業率上がっていく可能性があると。うん、コロナ禍からの正常化、 ということは、労働市場も正常化するならば、引き締めの効果が出てきちゃうよっていう。っていう気はします。合わせて見ていく必要があると、うん。だから本当に難しい舵取りになりますね。だからここで、労働市場が悪い数字が出始めてきて、はいはい、一方で物価が再加速なんて話になってきちゃうと、はい、もういよいよ何やっていいかわかんなくなる。スタブフレーションってやつですね。可能性は十分あると思いますね。はい。 ということで、これ、本当に目まぐるしく、えー、金利先物市場の利上げの折り込みって変わるので、うん、ここは、あの、こまめにチェックしていただきそうですね。ぜひ見ていただきたいと思います、ね。これ、ドル円相場にはね、かなり大きな影響がありますのでね。はい、だから、ドル円やってる人からするとめんどくさいのが、はい ある意味、まだ黒田さんが何もしないっていう決断をしてくれてたから、うんはい、アメリカの金融政策の時追ってりゃよかったんですよ。うん、こっちだけ見たけ。それが今回から、日本ももしかしたらって気使わなきゃいけないし、アメリカはアメリカで、インフレと労働市場と各銀行の貸し出し態度って3つを今度追わなきゃいけなくなるんで、はい、の FX のトレーダー、株もそうかもしれないですけど、見なきゃいけないファクターが一気に増えちゃったんで、うん 今までの見方で、これからを見ると、ちょっと判断誤りそうだなって気がしますよね。はい。ありがとうございます。はい、そして最後に森永さんからお知らせがあります。新しい本が出たばかりですね。4月に出たところ、ね、4月17日ですから、ちょうど1週間前ぐらいですかね。に出ました。あ、ちょっとこう。 <laughs> 出ました。えー、森永先生、僕らが強く賢く生きるためにのお金の知識を教えてくださいというタイトルなんですが、森永さん、これどんな方に読んでほしい本ですかそうですね。まあ今、ここにあの、目次6章分あげていただいてますけれども、はい、も見ていただくとわかる通りで、めちゃくちゃ幅広く書いてます。はい、で、まあ一般的にその、広く浅くって、 あんまりいい意味では使われないんですけど、まあそれはあえて意図的に広く浅くやりました。はいはい、で、なので投資とかやられてる方からすると、ここに載ってる第3章とか、うん、こんなの別に読む必要もないっていうか知ってる話しか出てこないと思うんですけど、意外と例えばじゃあ政治は知らないとか、はい、そもそもお金、まあ、つまり貨幣ですよね。はい、貨幣って何だっけみたいな話って、意外と投資やってると、 逆にそこら辺勉強しなくて。置いてきぼりになって。ね値寝動きばっかり追いかけてそうですね。だからまあ幅広くまず見ていただいて、今本屋さんに行くと、金融のコーナーってめちゃくちゃ広いじゃないですか。経済とか投資とか。投資だけ取ったって株もあれば FX もあって投資信託もあったりとあるんで、なのでまずこの一冊でお金に関するやつをまあ超幅広く見てくださいと。はい。で、その幅広く見た中で、自分はここに興味があるなっていうジャンルが 分かったら、本屋さんに行って、もうすでにそれだけを深掘りした書籍っていっぱいあるんで、じゃあ自分はこれを勉強しようみたいな形で、まあ、そこを掘っていただいてもいいし。その入り口になりたい,いうそうですね。ねなんかこれでなんか完璧に全てを学ぶっていうのは不可能だと思いますけど、はい、あなんかお金とかっていうと資産運用だけしかないんだと思ってたみたいな人からすると、まあ、意外となんか政治とお金ってこう、関係があったんだとか、はい。まあマクロ経済ってこういうものなんだとか、 あとはその親とかですね。はい、おじいちゃんおばあちゃんもぜひ見ていただきたいのが、一章ですよね。はい。これ金融教育っていうのが最近よく聞くとは思うんですけど、はい。実際何やってんの、うん、何をうちの子供は教わるのっていう方いると思うんで、うん、まあそのあたりは実際の高校の家庭科の教科書を取り寄せて、ええ、はい、そうなんですね。こんなこと書いてあるよっていう話、プラス、はい。まあせっかくなんで、まあ金融教育の先進国であるアメリカ。はい。の教材は逆にこういうこと書いてあるよとか、はい、そういうのもちょっと、 はい、書いてあるんで、本当に幅広く書きました。はい。はい まあ本当に今、為替がこれだけドル円が動いて、円安になっているんだということぐらい皆さんもね、うんはい、実感している。だからこそのインフレというのもあるんですが、うん、お金って何だろうと、そんなに変わっていくものなのか、そして今後どうなっていくのかということを知る上でも、ぜひ手に取って読んでいただきたい一冊になっています。こちら QR コード読んでいただきますと、詳細、そしてお買い求めいただけますので、ぜひ森永さんの新調読んでみてください。 いうことで、今回森永さんにお話を伺いました。皆さん、チャンネル登録とこの動画へのいいねよろしくお願いいたします。この番組はフィリップ証券の提供でお届けしました。森永さん、今回も貴重なお話、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。良いゴールデンウィークを。